もしもし。吉田プロデューサーですか。僕わかりますかね。サバイバル系 YouTuber のアオタンです。どうもどうも。ちょっとね、お伺いしたいことありまして。僕ってね、今逃走中ですかね。あ、そうですか。いやいやいや、ね、吉田プロデューサーの逃走中に、出れるっていうことですごく嬉しくて、ね、もう、本当にね、芸能人の人ともそんなに会うことなかったんで、初めて会ってね、もうすごいみんな、ああ、華やかだなって、芸能界っていいな、みたいにやっぱ思ったんですけども、まあね、サバイバル系 YouTuber なんで僕は、本気でね、もちろん逃げさせてもらって、今日で3日目じゃないですか。もう終わってるかなと思って。やっぱ終わってます、逃走中終わってます。もうああだろうな。あ、そうですか。やっぱどんな探しても僕見つからなかったでしょ。そうなんですよ、もう逃げるのは得意なんで、あ、そうか。え、あ、ディレクターって横についてちっちゃいカメラで追いかけてた人ですか。ああ、あれは巻きました途中で、はい。いやいや、あの人いたら目立つんで、見つかっちゃうなと思って、はい。あ、ハンター何人か倒れてた。ああ、それ僕です。あ、ダメなんですか。あ、いやいや、捕まりそうに何回かなったんでちょっとやらせてもらったんですけども、まあサバイバルのね基本なんで、はいはい。あ、そうなんですね。じゃあとっくにロケ終わってるっていうことですよね。ああ、マジっすか。ちゃんと探してくれました？終わった後。あ、もちろんスマホ電源切ってましたよ。だってね、それでバレることもあるじゃないですか、GPS とかで。だからもちろんそういうのは、全部切ってましたし。あ、ハンターも探したし、番組のスタッフの皆さんも探してくれたけど、それを僕も巻いてたってことですよね。ああ、そうかそうか。今ってじゃあもう終わってるんですよね。あ、警察が今僕を捜索してるんですか。ああ、だからか。さっきね、ちらっと外見たら警察がなんか警察犬連れてたんで、まあそれも巻きましたけど僕。はい。もうそれは僕サバイバル系 YouTuber なんで、もう全然そんなのは。造作もないんで。わかりました。じゃあもう逃走中じゃないですね僕。あ、そうですか。わかりました。じゃあ今は何中なんですか。あ、編集中ですか。あ、そうですか。わかりました。